2019年の秋に、六本木ヒルズでの発表会でね、2020年中の導入が発表されたプジョー208、新型208が、いよいよね、日本に入ってきました。今乗ってるのは、その中のプジョー 208GT ラインというモデルですね。現時点では、一番いいグレードということになるのかなと思います。まずね、大きく変わったのはこうデザインですよね。508とかね、あとは SUV 系のモデル3008、5008といったモデルで、見せていたシャープな、ね、エッジの立ったテイストのスタイリングがね採用されました。そして、プジョーといえばおなじみのこの象形ステアリングを使ったインテリアなんですが、メーターとかもねもう新しくなって、なんかね液晶2段重ねというかね、ちょっと透過してこう奥行きがあるメーターというんですかね、これ言葉にするの難しいんですけど、そういう新しいものを使ってます。すごくね、なんだろう、未来的な雰囲気というか、そういう感じはしますよね。あの本当に独特の世界を作り上げてるなというのを、なんかね乗り込むと改めて、思いますね。そんなね、見た目の話、から始めてしまうのは、やっぱりこの見た目が本当に何だろうな、存在感がすごくあって、言ってみればこれ欧州 B セグメントということは、日本車でいうとこの、ヤリス、フィット、マツダ2とかのクラスですよね。サイズ的にはね、今やちょっと欧州車はねちょっと拡大傾向にあって、この車も幅1750とか、あるんですけど、とはいえこのねクラスでこれだけの存在感を出している車というのはね、なかなかねないですよね。本当にこうボディカラーとか内装の組み合わせなんかも本当にこう遊び心があって、まずこうなんだスタイリングというか存在感で引き付ける、それはね、これまでのこのねプジョーの2から始まるモデルが、みんなそうだったと思うんですけども、まさにねそのこう系譜を受け継ぐというか、そしてね同じテイストで来るんじゃなくて新しい、形というかねデザインを作ってくるところが、素晴らしいなというふうにね思うわけですよね。2019年のね11月かなに行われた国際試乗会、参加してるんですけども、僕もその時はね一目惚れという感じに近いぐらいの、その時はね陽光眩しくて、今日ちょっと天気悪いんですけど、そのね眩しい中で見た姿とかはとてもねあのかっこよくて、それがねまず印象残ってますよね。GT ラインということで、本当装備豪華で、このシートはこうレザーとこうファブリックというか、布の、ね、コンビなんですけど、このステッチ、なんかちょっとイエローのステッチとブルーのステッチが並行して走ってたりして、もう本当なんかセンスというかすごいですよね。なんかおしゃれに見えてしまうというか、なんか禁じ手のような感じがしてたんだけど、こうやって使うとねなんか洒落て見えるというところがね、さすがプジョーだなと。本当にねそのチープではないですけど、なんか高級とか上質でいいんじゃなくて、チープシックというね言葉ありますけど、本当そういう感じで、なんだろうな、日常を楽しむ感じがこういうデザインとかにもすごく出てますよね。そして走りの方なんですけど、これねプラットフォームが全く、新しいものになりました。このプラットフォームね、先行して例えば、DS3 クロスバックとかね、そういうモデルには使われてるんですけども、PSA の最新世代のプラットフォーム、あのいろいろ特徴あるんですけど、例えば電動化対応とかね、実はこの車も E208 というフル EV が用意されてます。そういうのもありますが、何よりね、その電動化と、関係がないわけではないと思いますけども、軽量なんですよね。この車 GT ライン、ガソリンエンジン8速 AT というモデルですけど、車重1200キロを切ってるんですよね。全長4メーター超えて幅1750あるこの、十分にルーミーなハッチバック、しかもねガラスルーフとかついた車で1200キロ切ってくるっていうのは、やっぱなかなかだなと。そのくせなんかボディに頼りないところとかそういうのはなくて、すごくねこう気持ちよく走るというか、しっかりしてんなこの車とむしろ思わせる感じがありますよね。そしてパワートレインは 1.2 リッター、3気筒ターボユニット、プジョーシトロエン
DS ではね、おなじみのユニットですよね。このモデルでは最高出力100馬力、最大トルク205ニュートンメーターとなっています。で、組み合わせられるのは8速 AT ということですね。実はその、海外試乗会で乗ったやつは136馬力の仕様だったのかなということで、どんなもんかなと思ってたんですが、まあ日本の環境で使うにはとも言えるし、もしかしたらまあ多分日常域はどこで使おうと関係ないかなと思うんですけど、まあ全然トルクもいっぱいあるし AT も8段もあるんで、全く通用を覚えることはないというか、そういうところですね。軽快に気持ちよく走ってくれます。まあ街中一般道も走ってるんですけども、トルクは十分にあって、すごくね気持ちいいね、なんだ、瞬発力というか、そういうのを見せますね。そしてサスペンション、シャシー、乗り心地、まあこちらですよね。まあ一番のトピックだなと思ってるんですけども、まあ実はライドナウでその、時のね動画をアップしていますので、確か試乗会の割とあと直後だったんで、もしかしたらちょっと前になりますけども、ガソリン版の プジョ208の GT ライン、エンジンの使用は136馬力ですけど、 GT ラインということで足とかついてるタイヤホイールとかは同じ使用、ヨーロッパポルトガルでね乗ってるんですけど、実はその時って印象としてね、乗り心地はねすごくハードだったんですよね。特に、段差みたいなもの、路面の継ぎ目みたいなのを乗り越える時とか、もうガタンってこう結構ショックが伝わってきて、プジョーっていわゆる猫足とかそういう思考の車じゃなかったけど、なんでこんなことになっちゃうのと思ってて、現場でこう開発のね人に聞いたら、いやいやプジョーはスポーティーだから、スポーティーで行くから足を固めたと、シトラエンはソフトに行くんだみたいな話で、そういうことかなスポーティーってと、まあちょっとねそこはこ実際の出来としても、答えの内容としてもね期待外れって感が正直あったんですけど、日本来てみて乗ってみたらこれ全然違うじゃないかというぐらい足がね、いい意味で緩くなってますね。ちょっとほっとしましたね。まあプジョーらしい柔らかいさがね出てるのかなという感じがしますと言っておいてなんなんですが、まあ、ちょっと逆にね緩めすぎたんじゃないかなという気もね今してるんですよね。こうやって速度がある程度乗ってそこをね巡航してるような時はまあいいんですけど、街中のゴーストップなんかだとやっぱちょっとね車体のこうなんだブレーキングの時のノーズダイブ感とか、ね、そういうものがね大きい、全般に大きくて、さらにエンジントランスミッションのマウントもそんなに硬くないみたいで、どうも発進のたびにギクシャク感とかね、発進あと減速ですね、止まる寸前とかスーッといかなくて、 なんとなくこうブルブルガタガタっていう感じが伝わってくる。しかもねなんかステアリングにそのね振動とかが伝わりがちで、なんかねちょっとそこがなんか引っかかるかなという感じは正直あります。まあとはいえいつもフランス車ってねなんかこう街中とかはそこまで大得意ではなくてね、それは日本の街中だけじゃなくて、実はシャンゼリゼの石畳走るともう乗り心地あんま良くないなとかね、そうじゃなくて丘陵地帯みたいなところをゆっくり行くみたいな、ずっとクルーズするみたいな、ね、例えば 7,80 キロの速度でずっと行くみたいな時に最良みたいなところがあると思うんですけど、まあ、この車もまあ例に漏れずというかそういうことなのかなというふうにねちょっと解釈しています。はい、まあ、パワートレインもそうなんですよね。低速域で本当ね、まあ、ちょっと同じ感じ、どっちの現象なのかなと思ってるんですけど、こう街中なんかでブレーキングしてった時になんかシフトダウンが入ってなんかこう前後 G が起きちゃうみたいなね、止まる寸前スーッといかない、ちょっとガクガクガクってなるようなのがちょっとね、まあ、気になるといえば気になるのが、まあ、正直なところですね。だからこう、まあ、プジョーも足柔らかいとか猫足とかってイメージもあるし、彼らもそういうものを作りたいのはあると思うんですけど、まあ、僕はもうちょっと締めてもいいかなという気はするというか、もしかするとバランスで
この車はね、GT ラインなんで、17インチかなの、まあ、割と大きいタイヤホイールを履いてるわけですけども、この下というかエントリーにあり得るというね、まあ、もっとおとなしい仕様、タイヤサイズも小さい仕様がねあるんで、もしかしたらそっち乗ってみるとまた違う組み合わせの妙みたいなものがあるのかもしれないなというふうには思っていますので、改めてねアリュールの方も乗って、お伝えしたいと思います。はい、価格は、この GT ラインで293万円となっています。だからね、内容とか輸入車ってこととかいろいろ考えると、お得感が相当高いですよね。もうついてて欲しいものは全部ついてる。例えばリバースカメラとか、あと、その時のねバードビューというか、あの上からね、車を上から見下ろしたような映像で、まあ、周囲を把握しやすくするものとか、一通りそういうものはね全部ついているわけですよ。で、だからこれ以上オプションは必要ないなという状態で293万円は相当ね、今の世の中、まあ、車の値段がどんどん上がっている昨今、すごくバリューは高いんじゃないかなと思います。はい、というわけで走り始めた時にはすごい雨だったのに世の中が晴れました。ね、僕の気持ちもやっぱ車乗ってて、ね、いい車乗ってて気持ちよくなってきたら周りも晴れてきてくれたみたいな感じで嬉しくなりますね。なんかね、そう、あのハードウェア評価みたいなところもそうなんですけど、持ってて乗ってて気持ちが弾む車であることは間違いないんでね、ちょっと興味を持った方はね、ぜひ一度こうステアリングを握ってみてほしいなというふうに思います。新しい世界がね、あ、フランス車ってこういう感じなんだと、ね、日本車とはやっぱ違うなって、その違いを楽しめると思いますし、そしてねハマってしまったら多分このフランス車の世界からね、まあ、プジョーの世界から、抜けられなくなるんじゃないかなと。僕の周りにもねそういう人いっぱいいるんで、なんかその入り口になるんじゃないかなという気もしますね。はい。